どうも新しい学校で友達ができなそうで不安な皆さん。こんにちは。こんにちは。今日は新年度ということで、ちょっとね、シックスボールやりながら話すっていうのも良かったんだけど、それだといつもと何も変わらないなって思ったので、こういう形で別に何も映ってねえんだけど多分。編集でなんか映してるかもしんないけど、アイコンとか。まあ、ただ喋るだけの動画です。でね、新年度ということでね、別に何もないんだけど、そしてエイプリルフールなんだよ、今日は。でも確かエイプリルフールって、午前中嘘ついてよくて午後はダメなんだよね。でも、今ね、3時に動画撮ってるんですけど、まあ、俺まだ昼飯食ってないんで午前ですね。俺が昼飯食うまでは午前なんで嘘、もし今日の動画でなんか嘘じゃんとか、お前それ言ってたことと違うじゃんってなったら、エイプリルフール制度を使わさせてもらいます。まあいいや、そんなことはどうでもいいんだよ。で、新しいゲームとか、なんかシックスボールを今まで結構、毎日投稿ではないんだけど、シックスボールをほぼやってたんだけど、ちょっと新しいいろんなゲームもやりながら、シックスボールももちろんやるけど、シックスボール多めだけど、もちろん。シックスボールでね、登録してくれてる人が多いから多分。いろんなことやるんだけど、まあ、頑張りますってことですね。で、今年度の目標。お正月にもこれ言ったな。チャンネル登録者を1000人を目指して頑張ります。で、1000人、登録者だけじゃなくて、いるじゃん、たまに1000人とか5000人とか1万人とかいるけどさ、再生数が全くいってないとか。なんかいるんだよ。5000人とか1万人でも俺と同じくらいの再生回数の人もいるから、ちゃんとしっかりとね、登録者だけを伸ばすんじゃなくて、ちゃんとしっかりと伸ばしていきたいなって。まあ今順調にいってるんで、ちゃんとね。登録者に、何喋ってんだ俺は。登録者に比べれば再生数はちゃんといってる方だとは思うんで、まあ、頑張ります。でね、今日から、新しい今日からではないか。今日からではないんだよね、確か。あれ、今日からなのかな？わかんない。大学生とか違うかな？春休みとかだもんね、まだ。知らないけど。まあ、頑張っていきましょう、皆さん。ちなみに、友達ができないって不安の皆さん。私は、高校卒業して新しい学校に行ったとき、友達はできません。まあ、話は変わるんだけど、なんか、ちょっともう終わりにするんだけど、そろそろ。今日ごめん。ちょっと短くなるね、動画が。動画が短くなるね。ちなみにちょっとさ、俺話したいことあってさ、なんか LINE ってさ、クリスマスとかさ、お正月とか、この春とか、なんか遠くにさ、桜降ってたり雪降ってたりするじゃん。今、見てください、LINE のトーク画面。桜が降ってますね。桜が降ってますね。あ、友達がいない皆さんはトーク画面にそもそも飛べてませんでしたか。そんな皆さんには私が LINE の友達になってあげます。女性限定で。まあそんな冗談はさておき、まあ、そうそうそう、重要なことがあったんだ。重要なこと。今日からね、できればね、今までは夜の9時？ 21 時くらいに動画を投稿してたの。毎回見てくれてる人は大体わかると思うんだけど、9時前後だったのよ。だけど、ちょっとね、俺のチャンネルの一番視聴時間というか、視聴者が多いタイミングが、夜の18時とか19時とかなのよ。6時。わかりやすく言うと6時。なんだけど、その時間帯くらいに投稿しようかなって思います。で、これでまあ、うまくいかなかったり、あんまりデータが変わらなかったら9時に戻るかもしれません。で、そもそも今日のこの動画が、編集が終わらず9時に出たら、今日の6時に投稿しますと言ったのは、エイプリルフールだということで、エイプリルフールだということで、俺は別にね、悪くはないです。はい。まあ、それで、本当はこういう動画って、いった。肘ぶつけた。こういう動画ってね、実写とかでさ、楽しく撮りたいけど、顔出ししてないし、しないし、したら登録者が0人になるから、しないし、あとね、めんどくさいからね。
俺 iPhone でしか撮れないから、実写。それをパソコンに映すのがめんどくさいから、こういう形で撮ってます。ラジオ形式で。ラジオ動画って本当は増やしたいの。増やしたいんだけど、まあ今後だね。今後どんな感じになっていくからね。まあそんな感じでね。いろいろね、環境が変わった人が多いと思いますが、一緒に頑張りましょう。私は何も変わっていませんが、頑張ります。辛いことがあったら、何でも言ってください。何にも役に立たないけど。